水族園スタッフいちおしの生き物。皆さんこんにちは。座った姿勢で失礼します。私は葛西臨海水族園でペンギンや海鳥などの鳥類を担当しています内山と申します。本日は私がイチオシする生き物、このフェアリーペンギンたちについてご紹介しようと思います。フェアリーペンギンはオーストラリアやニュージーランドに生息している18種いるペンギンの中で一番小さい種類のペンギンになります。ちょっと今みんなでコミュニケーションをとっているようで声が大きいですけど、このまま続けようと思います。でフェアリーペンギンは体長30から40センチぐらいで、よく赤ちゃんペンギンに間違われてしまうのですが、この展示場にいるフェアリーペンギンたちはみんな大人のペンギンになります。そんなフェアリーペンギン、なぜ私が一押しするのかというと、その粘り強い性質にあります。私たちはペンギンの生態を正しく理解して、より良い飼育環境を作ることを目指しています。そのためにこの飼育下という環境を利用してペンギンに計測器を装着して、ペンギンの日々の生活だったり、泳ぎ方、あとは繁殖期の、行動など、そういったデータを集めて、解析したことがあります。で、その、計測器を都営にいる4種のペンギン、フンボルトペンギン、フェアリーペンギン、王様ペンギン、南岩飛びペンギンの4種のペンギンに取り付けました。で、その計測器を取り付けるときに、ペンギンを固定するのですが、固定というのは正しいやり方で、ペンギンたちが動かないように抑えることを言います。で、フェアリーペンギン以外の3種は正しく固定することでしばらくするとおとなしくなってくれるのですが、フェアリーペンギンだけは最後までこうずっと抜け出そうと粘り続けていました。体は小さいですが、とても根性がある力強いペンギンなのです。またフェアリーペンギンはその羽の色から英語でブルーペンギンと呼ばれていることもあります。よく見ると頭から背中にかけての羽が綺麗な青色をしています。ペンギンたちは1年に1回換羽といって、傷んだ羽がすべて新しい羽に生え変わります。でフェアリーペンギンは7月から9月が換羽の時期になります。なので、今9月から10月頃が羽が生え変わったばっかりで一番綺麗な青色を見ることができます。ぜひ皆さんフェアリーペンギンを見に来てください。